葉選手が答えます。子育てお悩み相談室。はい、今回の YouTube ではですね、以前 Twitter で募集した子育ての悩み、あとはですね、まあ、パパをしながらやってるサッカー選手たち、僕たち選手に、聞きたいこと、質問について、ファンの方が送ってくださったので、それについて回答していきたいと思います。じゃあ、まずは、はい、福井パパ。福井パパです。今はお子さんは何ヶ月ですか？0歳です。3ヶ月。3ヶ月の、はい、娘がいます。娘さんね。福井幸喜です。コウタさんは？僕は10ヶ月の息子がいます。10ヶ月。3ヶ月と10ヶ月。はい、僕は、3歳と今8ヶ月ぐらいかな。と、まだ1ヶ月半の、まあ、2人とも男の子がいます。いいですね。ちょっとこの3人に、まあ、まださ3ヶ月10ヶ月ということで、まだまだその子育てでなかなか体験経験してないことまだあると思うんですけど、はい、まあ、僕たちの答えれる範囲の中で、そうですね、自分たちなりの、回答を、はい、コメントしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速行ってみますね。質問1。我が家のちょっと待って、漢字読めるはい久しぶりに読んだ。我が家、我が家の、はい、我が家の息子たち、サッカーが上手くなりたいと言いつつ自主練を自主的にしようとしません。効果的な声かけ内容があれば教えてください。福井選手。あ、僕がそうですね、経験いただきましたね。3ヶ月だった。3ヶ月だった。あるでしょ。あるあるでしょ。あるか。あるか。3ヶ月しか娘や、絶対サッカーやらせません。ないの、3ヶ月の娘でこのサッカー上手くなりたいって言いながら、まあ、僕はあの体験でいいですか。それはもう僕が小さい頃、あ、これだって自分の、ね、自分の、はい、うん、僕はお菓子とかで親に釣られてたので、うん、あ、やったらあげるよ、やったらこれあげるよとか、うん、あの遠足のお菓子代が増えるとか、うん、っていう感じで、はい、親に釣られてましたっていう、こんな感じなんです。福井家はね。はい、福井家は。深津家どうだったんですか？いやー、なんだろうな、もう楽しかったから、うん、なんか自主練っていうか、もうほぼ遊びの延長だったから、俺も、うん、だからもう楽しくて毎日やってたって感じかな。はい、まあ、多分そのサッカーを好きな子供っていうのは自分自主的に、ね、うん、勝手に何も言わなくてもやると思うんですけど、ね、やらない子に対して親として何かできることとしたら、やっぱりそのサッカーをやることが楽しいっていうことを息子娘に、うん、教えなきゃいけないから、全然子供が興味なかったら、じゃあ例えばお庭行ったりとか公園行って、パパママと一緒にサッカーをして、これってすごい楽しいんだよっていうのを一緒に親子で実体験で経験させる。だからそういった意味では僕の親はお菓子で面白い。でもお菓子というアイテムを使って行かせるわけじゃん。で、行ったら俺は楽しくなっちゃった。だからそのきっかけだと思うんだよね。まずはなんかサッカーが上手くなりたいってわけじゃないですか、うん、ただやっぱこの多分息子さんたちまだ小さいと思うんですけど、うん、この家の方も、うん、やっぱ上手くなるっていうのは難しいじゃないですか、正直、うん、でもやっぱボールをいっぱい触ることが大事だから、うん、そういう、まあ、なんかお菓子だったり、うん、そういうね、親が何かをね、そう、まあ、お菓子は模範的な回答なのかわかんないけど、だけどまあ本当に上手くなりたいとか好きなら子供は多分自主的にやるだろうし、うん、親がそこは強制する必要ないのかな、うん、あの好きなことやらせて、まだ好きなこと、うん、楽しいことをやらせてあげたい、うん、そうですね、まあ、もしかしたらね、サッカーよりも例えば野球が好きかもしれないとかさ、うん、でも俺もそうでしょ。だからさ、そうやっていろんなさ、スポーツをやらせることが多分親としては大事なのかなと思いますけど、はい、そんな感じですよね。まあはい、そうですね。じゃあお菓子はなし。まあお菓子は最終手段だな。ちなみに何のお菓子？あの、あれです、動物の森。ピンクの食べ物動物。食べ物動物。あれ、クソうまくないですか？あれ、うまいね。あれ、まだうまいね。牛乳をこうやって流し込むんですよ。あ、それ育ち悪いね。
ちゃくちゃ怖いです。え、急に言ったりして食べ子供食べます。めちゃめちゃ嫌ですよ。美味しいのそれ。めちゃくちゃうまいですからね。はい、次の質問行きたいと思います。子供がパパと一緒に寝たがりません。日中はたくさん遊んでくれる。どうしたらいいでしょう。いや、これまさにうちがそうですね。確かに。そうですね。じゃあ、昼寝もダメなの。昼寝はできる。昼寝しないですよ。あ、そうなの。あ、まあ、ちっちゃい時してたけど。長男だったんですか。そうそうそう。でも3歳の子さんめちゃくちゃ一緒に遊ぶんだけど、寝る時はもう絶対ママだ。へぇ、なんだから、寝かしつけとかもう俺はやらない。まあ、でも男の子ってそうなんじゃないですか。いや、多分そうだね。僕もそうでしょ。男女で変わると思うんだけど、まだ寝かしつけしてもらってんだけど。まだ話じゃない。いや、もういいよ。もういいよ。もういいよ。だってお母さんで、お母さんに寝かしつけだめ子供です。ああ、そうか。でもこれはね、しょうがないよ。しょうがないよ。しょうがない。うん、もううちもね、昼は一緒に見てくれるけど、うん、夜はもうママじゃなきゃ無理です。ああ、それはもうしょうがない。しょうがないね。ママのこと好きなの。でも多分ママのことを考えたら、ママをさ、ちょっとやっぱ普段ずっとさ、子供の面倒見てくれてるから、うん、ママに楽してもらうっていう意味では、パパが寝かしつけしたいんだけど、泣かれるっすもんね。まあそれを無理やりさ、うん、ママママって言いながら、ね、パパがこう連れてってさ、無理やり寝かすって。あ、それやられてるんですか。いや、やったことあるけど無理っす。やっぱかわいそうやん。そこ別にさ、なんか頑張る必要ないというか、だからそこはもうママに任せて、パパはその間、ね、ママがなんか楽になるような、例えば食器洗ったりとか、うん、洗濯物を畳んだりとか、そう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 、うん、そうやってなんかカバーしていけば。しかも今だけだからね、ママママ言っちゃってる。うん、いや、ほんとそうっす。今だけだから、うん、だから、そうするなったら、ママ、ママ、一緒に寝ようってないから。うん、間違いない。ということで、まあ、そんな感じかな。3番。はい、どんどんいきますよ。子供のトイレトレーニング、おむつを外すために行ったことなど、どのように、なんかありますかと。後期実体験ないですよ。え、違う違う、今おむつじゃないの。今おむつ、今おむつですよ。僕のおむつも外しかなくて、速さが問題ですか。いや、違うでしょ。違うよね。どういうこと。だから、年齢、たぶん2歳とか3歳になるにつれて、違う違う、でもおむつ3ヶ月でパンツ履いてる小さい人いないですからね。はい、どうぞ。これはもう、こうすけしか答えようがないし。うちはね、めっちゃナチュラルだったんですよ。3歳ぐらい、3歳になった誕生日で、おむつを外そうって言って、へー、まあ、2歳だったぐらいからお話できるようになったから、もうあと1ヶ月2ヶ月ぐらいの時からトイレ自分で行くようになって、おしっことかうんちしてるのを見るけど自分でやらせて、で3歳の誕生日になった時から本当にもうパンツに完全切り替え大成功だから、寝てる時もおむつの中でおしっこしないし、あ、だから寝てる時もおしっこするんだよ、子供って寝ながら。朝起きたらさ、おむつもうタプタプになってるんだけど、でもそれもなんか子供とコミュニケーション取りながらスムーズに移行できたから、何もしてないと。おねしょしないですか。しない。へえ、トイレ行きたいってなったら、だから夜中パッて起きて、パパトイレって言って、すごい、で一緒に手つないで行っておしっこさせて、で、うん、手つないでいらないで、で、そのままベッド戻って寝る。あ、いいっすね。で、大人と変わんない、今。でも苦労してる人いるからね、結構。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあ、俺とコウタ君はこれから、もしかしたら、これからだね、苦労するかもしれないです。でもまだ2年後とかっすね。うん、3歳ぐらいっすね、多分。全然わかんない。いつも外すの。いや、そうですよね。確かに。でも、この質問見て、ああ、俺らも来るんだなっていう。でもいるよ、幼稚園でも4歳とかでもまだおむつで来てる子。あ、そうなの。結局何がいいんですかね。いや、もう何でも一緒、子供と、うん、どうせいつか外れるから、うんうん、っていう、うん、回答としてはいつか外れます、はい、大丈夫です。いつか外れる、うん、無理せず子供のね、そうその、その時なんか子供も話せますもんね。そう、少しずつ自立していくから、はい、できること増えていくから。さあ、次行きましょう、はい、行きましょう。子供のイヤイヤ期の良い対応方法ありますか。イヤイヤ期あるんじゃないですか。イヤイヤ期、はい、10ヶ月
イヤイヤ期とかあんのか、それも含めて俺は全部可愛いから。イヤイヤ。イヤイヤ期ってなんすかね。いやー、うちもわかんない。それはさっきから言ったように、お母さんの時、お母さんに。まあそれもあるじゃん。だけどそれも含めても、今しかないと思ってるから俺は。うん、だからそれも全部可愛く見えちゃう。それも OK かな。もう甘々で育てたら、うん、甘々で一緒。もうじゃあ、そうですね。まだ経験してないね、うちらはね。いやいや聞いてね。でも大体2歳とかっていうの、2歳、3歳とか。何しても泣くみたいな感じですか。とかさ、なんかスーパーでとかでもさ、お菓子コーナーとかでさ、バッ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 すごい。まあ人それぞれだからね。うん、本当そう。まあ歯が生えるのも遅い子もいれば早い子もいるし、歩くのが遅い子もいるし、まあそれはもう人それぞれに応じてね、親を抱いていくしかないですね、臨機応変に。まあそれはさ、いやいや気もありますよね。そうだね。そうっすね。長い目で見て。そうそう。ましょう。さあ、はい、好きなものしか食べない、野菜を食べさせるにはどうしたらいいですか。まあこれはあるっすね、確かに。あるね。うん、でもこれもあのさっきの1個目の質問と被るけど、実際サッカーが上手くなりたいと言いつつ自主練を しようとしません。まあ、そういうのと一緒で、なんかまあ味もちろんわかると思うけど、例えば人参食べたら。食べないのに食べたらもう過剰なほどさ、うん、褒めてあげるとかさ、なんかとにかく食べることで楽しい、あママたちパパたち喜んでくれるみたいなシチュエーションを作るというか、うん、あのそうですね、うん、だって嫌なものは嫌なの、嫌いなものは嫌いだしさ。俺はあ、また俺の話なんですよ、うん、俺は人参が嫌いで、うん、おねしょしないって言われて、人参食べたママとパパが、むしゃむしゃ食って。で、結果で、おねしょした。あれ流し。嘘やって言いながら、もう毎回おねしょしないから食べなさいって言われて。あ、でもそれも一つだよね。いいよね。むしゃむしゃ食べておねしょするって言って。まあでも、はい。それで食べれるようになったら、本当に今も全然人参食べれるようになったし。でもこれも俺の話だけど、俺好き嫌いめっちゃ多かったけど、いつか食えるよね。ああ。確かにね、成長するでしょ。だし、まあ、あとはテクニックとしてはママがやっぱご飯作るときにさ、あのすごく細かくさ、野菜を切って、野菜と分からないようにするとかさ、まあ、今はなんかスムージーとかもたくさんあるしさ、そう、そのままなんか色の濃い野菜食べるよりも、そういうところでなんか間接的に取るとかさ、いろいろ方法があるから、はい、まあ、そうですね、うん、まあ、楽しくやっぱ食べさせる機会なんか作ったらいいんじゃないですか。はい、はい、こんな感じで今日やってきましたけど、はい、まあ、子育てというテーマについてやってきた。難しかったですね。どうでした今日。いやまあいろんな質問本当にありがとうございます。まあ、僕もねパパとしてこれから子供といろんな壁にぶつかると思う、ね、うん、今の、はい、まさにさこういう同じような悩みを持つかもしれないから、はい、なんで、はい、そっち側でパパとして、はい、親として長い目で見て子供に愛情を注いでいきたいと思います。なんか半年後とかにさやりたいね、またこれ確かにやってさ、どうみたいなさ、うん、こういう悩みで出てましたみたいなさ、どうでした、小田さん。いやまあ僕も、まあ、こういう時がいつか来るんだろうなって思いつつも、やっぱ僕はなんだろうな、もう全てに対してなんか今しかないって思ってるから、うん、この時期はだからなんか嫌なことも多少はあるけど、うん、それもひっくるめて、なんか今しかないからそれを可愛がってあげようって思うから、うん、まあ、そういうメンタルの持ち方も結構いいのかなって思うから、うん、確かに、ね、やっぱ大変じゃないですか、子供って本当に可愛いし宝物だけど、うん、やっぱり育てるって簡単なことではないし、パパとママが協力してやらなきゃいけないことある。でましては僕たちアスリートなんで、例えばさ、うちも今まさにそうだけど、コーキとかもそうだと思うけど、はい、子供がやっぱまだ寝ないじゃん、まとまって、うん、そうですね、3時間おきにミルク、おっぱいとかさ、はい、あげたりするとやっぱ睡眠にさ、多分別の部屋で寝てると思うけど、はい、それでもやっぱさ、泣き声が聞こえて夜中起きちゃって次の日練習眠いなとかあるじゃん。
でもなんか、そう、ない。あ、でもあります。寝れる？熟睡できる？熟睡はできないです。やっぱ一回起きます。でしょ？でもその、いない時とはまた生活が変わるじゃん。やっぱ家に帰ってもさ、子供の面倒見なきゃいけないしとか。まあ、そう、ママへのマネージメントも含めてさ、いろいろとあるけど、やっぱ結果、今しかない。そう、間違いない。あとはもう、めちゃくちゃやっぱ可愛いからね。そう、今しかない。その大変なことも、それも、俺の務めであり、それも楽しんでいきましょうと。そうそうそう。はい。まあそういう感じで、はい。またちょっと、少し経ったらね、ぜひこれやりましょう。最後にですね、4月2日、ホームですね、祇園スタジアムで、はい、藤枝戦で、ゼルビアアシスト祭を開催いたします。町田の子供たちの未来のためにという、ゼルビアアシストの理念のもと、ファンサポーターの皆さんと笑顔で楽しんでいただけるイベントをたくさん用意しています。4月2日にまだ予定がない人は、ぜひ祇園スタジアムにお越しください。お4月2日は、天空の城でお会いしましょう。バイバイ。